この危機と、どう向き合うか。皆様、大変お忙しい中、本日はお集まりくださり、誠にありがとうございます。本会議は、今日を含めた3日間、千葉県突端に位置する立山市にある、お台場リゾートホテルで取り行われる、首都圏が人口過密状態に陥ってから、早3年。この問題は10年ほど前から危惧され、 首都圏以外への地方移住も随分促進されたが、出ていく人数よりも入ってくる人数の方が多い以上、解決の見込みを得られそうにはない。生活や経済の利便性から見て、こうなってしまうのは必然と言える。この球場に対する抜本的な改革案をまとめることが、本会議の目的だ。列席者は、1都7県、東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、 神奈川、山梨市の前知事を筆頭に、世界の人口問題に精通する学者人、妙案となる改革プロジェクトを携えたプレゼンターたち、資金提供を担当する国内外の投資家集団、各案にまつわる専門機関の重鎮たち、総勢、約100名。人口過密の原因は主に2つあり、1つは先ほど述べた、提出者よりも転入者が多いこと、もう1つは、修行の長期化。 加えて、最近浮上してきた新懸念材料というのが、AI の急激な大量普及である。いずれもシャットアウトすることが極めて困難であり、このまま推移し続ければ、局所的な密集を起因とする、事故や事件、伝染病の拡大、被災時の混乱などへの対応が、非常に難しくなる。それではこれより、プレゼンテーションを始めます。お一人目の方、お願いいたします。 ジャケットを羽織る少年のプレゼンターは、壇上へ上がるとスライドを再生し、簡単な自己紹介の後、にこやかに説明し始めた。タイトルは、月うさぎ氏へのジャンプ。内容は、かつて月周回衛星家具や、セレーネが発見した、マリウス級の大きな地下空洞内に、都心部の人口を受け入れられる規模の都市を築き、新天地での次世代生活を望む人々へ送るというもの。 市民参加枠でやってきたスマートな彼は、漫画のようなそのアイデアについて、軽いジョークを交えながら話した後、本球場に対する冷静な分析結果を静かに解き、既存の月面都市、アルテミス、水峡、ムーンガーザにおける、それぞれの特徴と課題に関する論を、優しい口調で展開した。以上が、私が提唱する月うさぎ氏へのジャンプ案の全容です。発表を終わります。 トップバッターとしてのプレッシャーが彼の中でどれほど渦巻いていたのかは定かでないがその意欲的なストーリーに共感しネガティブな状況を一気にポジティブ化する妙案に明確な賛同を覚えた聴衆が多かったことは場の空気感からすぐに感じ取ることができた間をおかずして次の登壇者がアイデアを語り始めたが少なくとも私の耳にはあまり響かずその内容に心と脳が突き動かされることも なかった。その後、プレゼンターたちのステージは夕方まで続いたが、やはり、月うさぎ氏へのジャンプをしのぐ案は見つからなかった。明日、終日を通じ議論を重ね、明後日、最終的な採択が決議される。私の心は、もう決まった。ME14 年、8月1日、首都圏人口過密問題対応協議会、コミッショナー、 中林真凜